あ、まあ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 、そんなそんなそんなさ、こんなスケスケな世界見れる実況なんて僕しかないんだからさ、チャンネル登録ボタンとグッドボタン押してさ、ちょっとのんびりしててくださいよ。ということでね、やっていきましょう。ブルーボスでございます。バイオブリッジね、パート10何本だったか忘れちゃいましたけど、とりあえず薬液を取ってのんびりゴクゴクと飲んでね、アルコールに酔っ払ってクーさえていきましょう。ということで ね、僕の実況を見てるくれてる方の中でね、あのね、どうしたんですかこのスケスケの世界っていうね、あのツッコミをいただいたんですけども、ね、あのね、結論言うとね、僕にもわかんない、なんでこうなってるのかってさっぱりわかんない。で、ようやくもうなんか2週間くらい問い合わせてから経って、カプコンさんからアンサー動画が来ましてですね。なんか急にハーと言い始めてるけど。そう、アンサー動画が来ましてですね。で、まあ、要はダウンロードコンテンツを入れ始めてから、まあ、発表があってからなんか急にバグりましたみたいなことをね、あの問い合わせてたわけなんですよ。あれ、今ちょっとアイテム取れた？ほら、見て、これ、浮いてんだもんね。浮いて、スケスケだもん、浮いてんだもん。そう。で、やばいんですよ。あ、ワンパートワンクシャって。で、そう、なんでなんだろうな。なんかあんのかね。おう、絶妙に顔が見えましぇん。そんなことどうでも。Seriously? Oh, seriously? Oh, fucking. 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 で、そのままで、キュー。膝が折れない。ただ唯一の新しいイーサー。ほら、もう水がぷかぷかぷかぷいて。でね、聞くと、あの、なんかね、なんかデバイスドライバーを、なんか、更新してくださいみたいなこととか言われたりとかして、で、それもやってみました。無理でした。で、ダウンロードコンテンツを一回ダウンロードし直してくださいって言われました。やりました。無理でした。っていうことだったんで、もう、諦めようと思って。しながら。Not looking at fish food. 魚の餌はごめんだ。餌どころか、もうなんか一緒に泳ぐのもね、ちょっと待って、熱いわけじゃないか。シャポン。これがあんまりにも早く行きすぎると、ふげーってなっちゃうから。皆さん気をつけましょう。こっち進んでいって、ちょっと、バンを。で、こう登っていって、手押し車です。ピポーピポー。あ、これ押してるときはあれなんだ。こんな風に押したんだよね。ああ顎がカクンってなってきてるね。で、これを上から、あれ上か、あれどっからやるんだ、忘れちゃった。で、この中に手を突っ込むっていうね、もうこれだけ汚いのはもう本当に、ここか、もしくはあの、あれだよね、インディーン・ジョーンズ、魔球の伝説だよね。ためらってる。でもよくこれを引っ張らなきゃいけないっていう方結論に至ったよね。無理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 。ゴム手袋と物手袋と、あの、バーキンの。あれちょ、ちょ、ちょ。おぉ。あれ完全に浮いてんだけども。こんな恐ろしいことある？あ、こんなスケ、ここまでスケスケだったって。これひどい。あ、ちょ、やばいやばいやばい。あ、ひょかつひょかつひょかつ。急いで急いで急いで、あぶれ。で、これ順番どうだったっけな。とりあえずパコン、青オレンジ、あ違うな、青でこうやっといて、こうやっといて、あれあれ引けてねえじゃん、わいわいわい。でこれ行って、急いで行って、オッケー、よし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 、一発上飛んでます。で、これ行ったらふいふい、あ、この時はまだそうか、モローさんいないんだ。あ、そうか、だからモローに殺されたと思ったけど、実はモローに殺されてなかったんだな。違う、モローさんいるよね、この中にね、シンプルにいるよね。これ一旦進んでくるから、一旦引っ込んで、ちょっとね、あのママも言ってるよ、そんな息子に産んだ覚えはないっつって。で、進んでいきましょう。で、こっからも来ないよね。で、あ、ちょっと、おお、なんかあの、こういうナイトパレードとかあったら面白いかも。こういうアトラクションがあったら面白いかもしれない。押します。あ、そうかね。これあれ、サルベージ、サルベージないんで。お金拾って、いつの間にか、これがもう一個、あ、そうか、だから下に沈んでたの、これやったのが。だからあれだ。なんかあの、水中、水生生物がニュル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 。おおおお。勝てる、触れてなかったか。で、先に潰しといて、ガチャポンして、オッケー。あれ？ジュジュジュ。あのね、道が見えないとね、こっちの方には何もないんだよ。でもこんなサクサク進む、まあでもそうだな。ここら辺、赤目とか別になんか落ちて、なんか見なきゃいけないとか、そういうのもなかったりするもんね。なか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 。バリタゴー。さあ、サルベージュ、モンタージュ。モンタージュ。
Caught myself a big one. そうなんですよ。大物が釣れたんごなんですよ。ところがね。You need to get out of here. 残念でした。これなんか沈められるんだったっけ？どうだよね。ぬめぬめの実。モデルモロ。沈まない？そうだよね。よかった。これはあの落ちきる前にあの船が沈みきる前になんかやったらあのそれに従って落ちちゃうみたいなことがあったりとかしたらもうショックだったけど、そういうなんか細かいさなんか罠みたいなのがバイオとかって結構あったりするので、そのコマンド入れてなかったら終わるのとかさ、そこ落ちるんかーいみたいな。それであの U はテイトのね、あー今のいい感じだったね。今のピョーンと飛んできたカエル。このパートどこまで進んでいこうかね。あ、クランク拾えない。あ、そこ拾えない。なんかすげえサクサクと進んでってるような。で、これはナイフで、あ、そうかなんて拾ったんだろう、ね、これ拾わずに回せよかったのに。あれちょっと待って、これ使えなかったっけ。ここじゃなかったっけ。これなんか下でドスン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 やってるけど大丈夫。あ、そこれ調べてから、このままでは登れないを調べてからじゃなくてせない。めんどくせえな。そんなこと言っちゃダメ。こう考えるとモローが一番あっけないか。ねえ、モローパートが一番あっけないよね。ライカーあれしか出てこないし、なんか別に謎解きがあるわけでも、まあ謎解き中途半端な謎解きみたいなのあるけど、でなぜかここで止まるというプロペラ。他も当てたっけプロペラ。てかなぜかプロペラの一つがはしごになってるっていうね。これなんかさ下にドッスンドッスンって言ってるけどさ、泳いでたらいいんだね。これあれもしかしてずっと長く続けたらこれ沈むとかそういうオチなのかな。感触起こしのままだもんね。ペンギンジャズ行きます。残念でした。ジャンプ力が足りない。これだけの恐怖を与えられるのはあのあれですよ、あのモローか、もしくはジュラシックパークに出てくるベロキラプルくらい、ね、レックスが食べられそうになるあのシーン、わかる。よし、OK。 じゃあこれでモローがいなくなりますんで、 OK。派手な花火だぜ。チュン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 。戻っていこう。カチャコンカチャコン。で、これを調べて、アンテナが、回す。あ、ちょ、うまく回せない、あれ、ちょっと待って、回し方、あった。で、青、白、赤。あ、ちょっと待って、アンテナにやろう。青、白、赤、青、赤。あ、違う、間違えた。白だ。白、赤、黒、赤、青。脱水の時間です。さよなら三角、またね四角。四角はこう。オープは白い、白いはウサギ、ウサギは跳ねる、跳ねるはカエル、カエルは青い。ねえ、すごいよね。これどこ行くんかな。これそもそもこのダム、あ、へえ。これなったっけ。多分読んでるんだろうけど、くる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 。原始的。でレバー、ちゃんとよく見たらあれなんだね。ヘイトオペレーション。S の方は読めなかったので停止します。ということで、ここでダメージを与えたら、まあね、そうなんだよね、生物に水って必須だからね。こっちは降りてはいけない、残念。どっか登ってったね。このスライド力があれば B リーグでも
そうそうそう、ちょっと愚痴なんですけどさ、聞いてくださいよ。まあ、愚痴中あれでもないのかな、まあ、これは一ファンとしての要望みたいになるのかな。あの B リーグって皆さんご存知です？あのバスケのさ、最低の、まあ、バスケのプロリーグなんですけど、日本のあれがやっぱり盛り上がらっていくために必要なことっていうのが、あのね、選手の技術力っていうのはもちろんなんですけど、ね、あの監督の指導力とかそこら辺っていうのもあるとは思うんですけど、残念なことに今のままじゃもう B リーグレベル上がらないなっていう、まあ個人的な危惧っていうのもあってですね。もうあの、さっさとやってます。何かって言ったら審判のレベル低すぎ、マジで。I guess I gotta do this。もう毎回毎回、むちゃくちゃなんだよね、審判。なんて言ったらいいかな。あ、いててててえ、上に登っていかれるともう無理なんだよな。そうでね、審判がなんか安易にアンスポ取りすぎて、そのフィジカルなプレーができないっていうのが、なんで？すげえ溶けてる、すげえ溶けちゃった。あんなことしてるからね、この時に無敵なんだっけ。あ、落ちたわ。 Can't get caught。 落ちてねえし、もう一回入ってくるか。すごいな、フグみたいな、フグとカッパの状況みたいな。目玉があんだけ入るのどうやるのか。どんだけ上にゲロ吐きすぎる、どんだけ、どんだけ中に水詰まっとったんやろ。え、だからさ、例えばさ、そのちょっと前にさ、あった名古屋ドルフィンズみたいな、どこだったっけな、どっかと川崎ブレイブサンダーズが試合した後の、あ、いった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 、あ、やばいやばい、あ、終わったわ。そうした後のでパジーカスの最後のプレーなんか、あんなもん NBA とかだったら当たり前で、まあ NBA と B リーグを一緒にするなとかって言われたら終わりなのかもしれないけど、でもさ、レベル上げたいんだったら、ファンの得のを確実に明確にして、あの、取っちゃいけないアンスポ取っちゃダメなのよ。 In death as he was in life。あんなのでアンスポとか取ってたら、もうマジで腐るよ。うん、意味ない。あと手がちょっと絡んだくらいでアンスポとかね。まあ、もともとその日本にプロリーグっていうのがなくて、B リーグがまだできて何年目だろうな。3年とか4年程度のものだから、まあ、選手の技術とかのね、レベルアップとかっていうのはこれまでずっとこう測られてきたからあれだけどさ、まあ、オリンピック出たりとかしたりとかもしてるしさ、なんだけど、いやちょっとね、最近まあまあ、あのヤフーのね、会員になってると、ライブ中継でその試合を見ることができるんで、こう嫁さんと2人で見たりとかしてるんですけどね。いやー、なんでそれでファール取るんだみたいなのが多すぎて、逆に、え、それ取らねえのかよみたいなのも結構ね多くて、カドゥーもカドゥーみたいな、もう何なのかっていうのが全然やっぱり見えない状態になっちゃってるけどね。ジュイーン、よくYou're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. We just met a while back. Nothing really matters. You're the last asshole in the game. 野球でもさ、ちょっと前に何だったっけ、白井だっけ、白井じゃなくて、なんかさ、佐々木選手にさ、ちょっとがっかりしたような顔されたからってさ、おい、貴様その態度は何だみたいな、詰め寄ったみたいなとこもあったりするのか。悪いけど、審判ってやってる以上、100% のそのジャッジを下さなきゃいけないんですよ。で、100% のジャッジが下せないんだったら、後からビデオ判定するなり、その何が基準になるのかっていうのが、人間の目でできないんだったら、全部 AI にしろよっていう話なんですね。それができないとダメよ、やっぱり人の手でやっちゃったら。それ一つで選手生命決まっちゃうわけだからね。だって野球選手なんかさ、例えばピッチャーなんかで言ったらさ、一勝するかしないかで次の年俸が1000万とか2000万とか決まってくるわけなんですよ。その1000万2000万の責任をあなた負えますかって言ったら、まあ俺そこまでもらってねえしとかって言うかもしんないけど、でもそれだけそのプロスポーツ選手の人生を左右するだけのね、審判言ってんだから、もうちょっと真剣にやったらいいのにとかって思うけどね。だから逆に言うとさ、なんていうの、審判ってそのジャッジを下す立場だから、
その、まあ、絶対的な立場じゃん。それに逆らっちゃいけないっていうのは確かにスポーツ選手としてはもうそれはもう絶対だと思うんですよ。絶対である一方で、後からでもいいからジャッジ間違ってましたってなったら、公式なりその本人なりがちょっとね、正式に間違ってましたっていう声明を出してそれ謝罪しなきゃダメだと思うんですよね。それはないからね、今のところ。それは本当腐ってるわとか、ね、だから B リーグなんかもさ、おかしい。そのファジーカスが最後にファールして結果的にそのアンスポになったのかな、なりましたっていうのも、川崎のチームだよ、個人のチームが後から、先に、次の試合出しませんみたいな処分を下してから、B リーグがあれはアンスポでしたみたいなことを言ったりとかしてるわけだからさ、リーグとしての判断が遅すぎる。まるでどっかの政府みたいな、感じだよね。周りから言われたから更迭しますみたいなこと言って。あ、楽しくゲームやったのに、こんなぐちゃぐちゃってダメだよね。楽しくしよう。ルン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 。さあ、これだけ。でででででって登っていくと、下に急降下するときにはターボテラヒューンということでね、すいません、ちょっと後半は口ばかりになってしまって大変申し訳なかったんですけども、一旦ね、このパートはね、無事、モロパートたった2パートしかなくて恐縮だったんですけれどもね、終わりにしたいというふうに思います。ということでね、最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、応援よろしくしていただけたらと思います。で、あと、まあ、もう一つお願いとしては、コメントでもついにいただいちゃうくらいだったんですけど、このスケスケの世界何なんですかっていうことなんですけど、ぜひね、そのスケスケの世界を、一応、カプコンさんから、解決策として提示されたのは、ダウンロードコンテンツ、まあ、っていうか、まあ、ビレッジの再ダウンロードをしてくださいっていうことと、あと、まあ、デバイスドライバーをアップデートしてくださいって、この2つはやりました。ところが やったけど、結果的に何もできませんでしたっていうことだったんで、まあ、ちょっとそれ以外の方法でこんな解決策あるよっていうことをね、コメントで教えてくれると嬉しいでございます。ということでね、本日の動画は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。次回お会いしましょう。バイバイ。